皆さんこんにちは。こんにちは。サナエの部屋へようこそ、はい、と言いたいところですが、お説教部屋のようななんか感じじゃない？そうですね。なんか背筋が伸びます。怖いの？いやいや、そんなことないです。本当ですか？はい。大人のための朗読会のメンバーでお送りしています。毎日ね、ここのところおしゃべりしてるんですが、はい、なんかいないのよね。一人そうですよ。どこに行ったんですか？いや、こんな小さくなるわけもないし、はい、仕事のため抜けました。いつか戻ります。はい、楽しみに待っております。お待ちください。はい、それまでこの二人で行きますが、この前編集室で見かけました。まあ、忙しいんです。とにかく忙しい。いやいや、そんなことないですよ。夜中も出てますでしょ、はい、なのでというところでね、なんかね、画面だけ見たの、はい、男3人で温泉入ってました。入ってましたね。入ってました。あれは金スペのですね、うん、広島旅で行った温泉ですね。すっごく気持ちよさそう。気持ちよかった。ただね、はい、お洋服着てたの、そのシーン、はい、あそこがですね、混浴なんですよ。お、混浴なので、うん、ちょっと上に着るっていうタイプの温泉だったんですね。へー、はい、じゃあちょっと私からの温泉で、はい、へえ質問していいですか？はい、9いいですか？温泉の撮影の時って、はい、なんか巻くじゃないですか？タオル巻きますよね。その下って下どうしてんの？下ですか、うん、私はもうタオルのみで、のみ、はい、オンリー、オンリーですね。お、怖くないですか？でもまあうまいことこうね、何かが何かした時には、うん、編集していただけるんじゃないでしょうかと思ってます。あ、なるほどね、はい、ただ一回だけ生放送で温泉に入るという時がありまして、うんうんうん、過去時の中継で、うん、その時はさすがに下に履きました。ああいう時って透明じゃない、透明じゃない、肌色、はい、私はでも黒の水着を、ね、本当に海水パンツ、はい、あ、ね、まあ安心よ ね、 そうですね、生放送ですからね。その昔ね、今26年入社ね、はい、ですけど、入りたての頃はまだ良かったんですよ、温泉。女性アナウンサー、はいはいはい、なのでガンガン入らされて。入ってたんですか？いや、入りたいって言ったわけじゃないよ、はい、もう入らないといけない状況だったので、はい、なのでこう巻いてましたけど、だんだん面倒くさくなって、タオルってずるって落ちるじゃないですか、ね、はいはい、重みで、はいね、なのでナイスバディな人なら止まるんですよ、はい、あら、なんかちょっとつるっとしてると、あら、うーってなるので、お、すごい大変だったから、男の人たちはどうしてんのかなと思って。あと細いからね。そうですね、でも、うん、キュッキュッキュッとこう折り込んで折り込んで、はい、工夫をして、そうですね、落ちないように、なんだっけ、輪っかをくぐるのも得意だもんね。輪っかくぐるですね、はい、見たことありますか？披露したことある？いや、テレビではないですよあのスーパーイリュージョンは、はい、スーパーイリュージョンがあるんです、皆さん、はい、いつの日かここで見せたことないんだ。ないですね。まあアナウンサーの試験で私見ました。とっても素敵な立川源太をお見せできると思います。ただ今回は輪ゴムがありません。そうなんですね、残念残念残念、その前に、あ、そうだ、はい、朗読会で見せてもいいかもね、一芸で。いや、でもちょっとですね、ちょっと時間がかかるんですよ、あれ。なんで？いや、輪ゴムゆっくりゆっくりこう通り抜けていかないといけないので、朗読会向きではないですねではこのスタジオでいつの日かはお見せいたしましょう。はい、大人のための朗読会はもうすぐですね。はい、そうですね、こちら、はい、いつですか？3月の8日でございます。金曜日の夜7時からです。鹿児島市立科学館で受け付けています。ぜひ皆さんお越しください。18歳以上お待ちしています、はい、ではまた次回まで。